片町スクランブルナイト、続いてニューオープンパート2。はい、よっよっ、はい、スタジオには旬鮮魚と個室和食、目黒亭、そして肉バルカテリーナ金沢店の店長鈴木浩樹さん、はい、そしてスタッフの中井翼さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニューオープンということで、はい、オープンおめでとうございます。ありがとうございます。オープンしたのちなみにいつなんですか？6月20日になりますね。おお、じゃあまだ1ヶ月経ってない。まだまだ。ちなみに彼の誕生日にオープンだった。そうなんですよ。あの奇跡的なことが起きました。これ奇跡なんですか？奇跡です。狙っては全然ないんですけど。お願いしたわけでもない。お願い、まあお願いしたってことでもいいんですけどね。ね、ちなみにうちの母ちゃんの誕生日でもある。そうなんです。めちゃくちゃ思い出されたわけでもない。ね、ミラクルが起きてるんで。そうなんですよ。すごい。ちょっと縁を感じるんですよね。いろんな意味でね。ですね、はい。ということで。感じますよね。もう一生忘れる。無理くり今感じました。感じさせました。無理くり。無理くり。いや、読んだことないです。もうね、そんな、記念すべきオープンを迎えた、うん、何々、旬鮮魚と個室和食目黒亭金沢店、ね、で、はい、肉バルカテリーナ、はい、これ2つご紹介が今ありましたけれども、うん、これどういう両方のお店が、うん、一つにまとまってるっていう状態、ガッチャンとしちゃってるんです。一つの物件で、はい、2つ名前を使わせてもらってるんですけど、はい、というのもイタリアンもちょっと提供したいなっていうところと、あと和食も提供したいなっていうところがあったので、うん、じゃあもう一緒にしちゃえっていうところでやらせていただいてるんです。ちょっと新しいスタイルで、うちとしても挑戦っていうところでもあるんですけど、でまあ今幸いなことにイタリアの和食の方もちょっとご好評いただいてて、うん、うまくいってるんかなっていう具合ですね。なるほど、素晴らしい。でね、そのイタリアンも和食も出す一つのお店として出すっていうの結構あるでしょ、はい、創作料理の店、ね、ニャララみたいな感じだけれども、ここの場合は一つの物件、一つの建物で、うん、旬鮮魚と個室和食目黒亭金沢店、はい、そして肉バルカテリーナ、はい、2つのお店がそれぞれあるよみたいな感じで出てるわけですもんね。要するにちょっと分かりやすさっていう部分をちょっと出したいなっていうことで、うん、まあいろいろこう考えていって、じゃあ一つの名前でいくのかっていうふうにもやっぱ考えたんですけど、うん、ただまあ伝わりにくいなっていうところで、まあだったらいっそのこと2つ使ってやった方のが、まあ皆さんにも分かりやすいし、うん、僕らとしても、ね、やりたいことができるかなっていう部分でそういう形にさせていただいてます。店長もじゃあ2つのお店の店長として。そうです、2店舗を背負ってます私。ですよね、はい、そういうことです。スタッフはどっちのスタンスになるんですか？あ、もう背負ってます。一緒に共に背負わせてもらってます。そうです。じゃあね、中井さんが、はい、旬鮮魚を持って歩くときもあれば、はい、肉バルのメニューを持って歩くときもあると。1ポンドグリルとか持って歩いてますよ、店中の次に刺身運んでるみたいなことがありますからね。はあ、はい、それ大変じゃないですか、頭の切り替えというか。そうですね、でもあんまでも大変、うんうん、なことはないですか、うん、まあ、でも大変です、すごい大変、メニューを覚えなくちゃいけないとか。ないんじゃねえだろ別に。店内は分かれているわけではなくてっていう感じ。そうですね、じゃあないです。店内は一緒です、はい、うん、でもね、その食べたいなっていう時に店、お店の名前で検索したりすることって多いので、うん、はい、分かりやすいのはいいかもしれないです、お客様にとっては、うん、ね、意外とジャンルで検索したりしない。そう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 、イタリアン金沢とか、そうですね、はいはいはい、ね、刺身金沢みたいな、うん、そうそう、あ、そういう時にはじゃあどっちも引っかかったりする、どっちもかかるんで、まあ、うん、まあ正直な話ちょっと入客はしてもらいやすいかなみたいなね、うん、そういう部分もちょっとあったりするんですけど。なるほど、いや、それ作戦ですね。ちょっと頭使っちゃいましたですね。いや、これ新しいな、面白い、新しいです、うん、で、そうか、となるとそれぞれに今日は聞きたいなと思うんですけど、はい、どっちからいきましょう。目黒亭の方からいきます。あ、じゃあ目黒亭からいきましょう。目黒亭から、うん、どっちからでもいいです。目黒亭からいきましょう。じゃあもう目黒亭から、目黒亭から、はい、目黒亭どんなお店なんでしょう。目黒亭はですね、まあ本当ザ和食、はい、まあいわゆるもう本当に何でもあるスタンダードな部分もあるんですけれども、ただ一番推しているメニューっていうものは肉寿司っていう、まあ、今、まあ、巷でも結構人気はあるんですけれども、うん、それを国産和牛ちょっと使わせていただいてて、はい、それをメイン料理として提供はしているっていう。ここ鎮座増しているこちらですね。こちら一番のおすすめです、和食の方では。大きいです、この大きさはなかなか、うん、ないんじゃないでしょうか。ブリな感じでやらせてもらって、すごいです。しかも国産和牛とはい、使わせていただきます。生でもいきます、うん、
生でも一応行けますね、うん、このまま行っちゃうんですか。このまま行っちゃうけど、うん、生で行く人あんまりいない。まあ一回通してもらった方がいいかな普通に。手紙がねやっぱりまた違ってきて、ね、ぐわーっとね油が出てきたりとか、一手間かけます。じゃあこれちょっと今どうします、やっちゃいます。あら、いいんですか。ちょっとぜひ一回味わってもらいたい。いいんですか、はい、サンプルじゃないんですかこれ。これサンプルじゃないです。よくサンプルのねこともあって、まあ、店から持って歩いてきましたね。街中の視線がもうすごい100メートルいろんな人に見られてましたから、ね、これちょっとね、はい、線が怖いから、うちのパフォーマーがやるんで、はい、その方パフォーマン系、パフォーマーが見どころですね。ちょ持っててほしい、はい、避けてる場合じゃないです。避けてる場合じゃん。じゃあ行きますね、はいはい、これあんま炙りすぎちゃってもよくないんで。あ、でも、もうインスタ映えですね。あの、ないですね。若い女の子とかすごい。店長大丈夫ですか、店長。大丈夫です、はい、あの、耐えてます。一緒に炙られてます。ひたすら耐えてます。あ、いい、いい匂いしてる。すごい。まあ、こんぐらいでいいんじゃないかな。ちょうどいいんじゃないですか、これが、はい。これをね、ちょっとわさびと塩をね、はい、軽く振って。肉寿司、軽く。これじゃあちょっと食べてみてください。お箸、こちらですね。はい、お願いします。じゃあね、あのスタッフのね、うん、バイトの子たちが毎日詰めてくれてる。はい、お箸を。お箸を。手間暇かけて詰めたお箸。これはボリュームというか、サイズ感もすごいので、間違いなく一口ではいけないですよね。そうですね。まずちょっと、切ってもらって。うん、一発で行くのもまた美味しいんですけど、はい、ただ、まあ、ただ一生喋れないです10秒ぐらいから口塞がれる。それ困る、食べないんで。結構でご飯も大きめですもんね。そうなんです。お塩わさびどっちがおすすめ。いや両方いっちゃった両方、はい、じゃあちょっと失礼してビビッとパラパラリ。あ、ちょっとさっき手洗ったんでじゃあ任せてもらいます、ね、パラパラリレディーファーストの一番こっちの店はさすがです。はい、こんなもんで、はい、わさびちょっと、はい、じゃ塩もちょっとこの辺乗っけて、どんどんどん。あ、じゃあ工藤さん乗っけましょうか。乗っけて乗っけて、はい、もうあ、じゃあセルフだセルフ。え、このそういうのじゃなくて罰ゲームで罰ゲームでボリューム出したよ、わさびが。でもせっかくなんで美味しくいただきたいのでちょっとこのぐらいかな、はい、あ、いいですね、はい、ちょっとピリッとね、じゃあ来るぐらいでどうぞご一緒に、はい、ご一緒にご一緒にどうぞよ。え、なんか失礼して、ちょっと肉半分置いてきていい。そうですね、だってこのボリュームがすごいですよね。結構女性嫌っすよね、取られてるしちょっと恥ずかしい、恥ずかしいです、ね、ちょっとお口元、おいしっちゃ、うん、いきますよ、いただきます。うん、うん、あ、すごい大変そう。すごい大変、大丈夫ですか、すいません。おとりから、ね、おしぼりとかありますこちらも使ってもらったら大丈夫なんで。うわ、おいしい。あ、そう、これ使いましょう。おいしいですか。おいしい、柔らかい肉柔らかいしジューシーだし香ばしいし、ありがとうございます。美味しいって言わせるためだけに持ってきました。本当にもうただそれだけです。うわー、ありがとうございます。こちらに一旦取って、あのシャリにごまが、そうなんですね、ここも一仕事あるんです。ちょっと香りを楽しんでいただいて。あ、今すごい食べそうになって、ちょっと待ってって言われた。もう美味しい、まだアングルがまだ僕抜かれてるんですね。はい、でもじゃあ、ね、林近に行きましょうよ。これちょっと一口ではなかなかいけないので、ちょっといただきます。はぁ、うん、あ、甘い。お肉おいしいですか。うん、おいしいし、お肉すごく甘いですね。甘い、うん、甘い、甘みを、甘みを追求してます、うん、お肉甘いって思ったの初めてかも。ありがとうございます。初めては何でも嬉しいです ね, ね, ですね。初めていただいちゃいました、ね、うん、ありがとうございます、うん、こんなん初めて。やめろあんま言うな。おいしい。いや、これはおいしいわ、うん、ありがとうございます。うん、なんかすいません、完食しちゃいました、うん、これが目黒亭の一押し。そうですね、和食の方の肉寿司。そうです、はい、これそうか、和食なんだ。こっち和食の、これをガッとして、ね、まあね、お寿司っていうことで、はい、なるほど。肉バルの頭もありましたけども、でもこれはすごいな。 で一応もう一個、はい、その肉炊き鍋っていうのを今一応お客さんに提供している状態なんですけど、はい、それはちょっと来月また持ってきますね。来ます、また来月、はい、肉炊き鍋、肉炊き鍋っていう、はい、鍋なんですけど、うん、ちょっとね、あの見た目的にもだいぶインパクトある形になってるんで、うん、それはまあうちの店に来店していただくか、うん、もしくは来月、ね、来月の放送を見てもらうか。お、ちょっとこれもぜひ遊びに来てください。夏でも鍋、夏でも鍋です、全然いけます。
夏こそ鍋ですか、ね、うん、夏こそ鍋、はい、来た、むしろ、うん、冷房ガンガンにしておくんで大丈夫結構お客さんに寒いって言われます、寒いって空調すぐ上げてって言われますから、ね、1日に3人ぐらいに言われますか、ね、うん、まあ結構なハイペースですね。この夏にブランケットあります？一番最初のちょっと僕ら空調あんま分かってなかったんで、はいはいはい、なんかスタッフ働いてると暑くなってくるじゃないですか、確かに、ね、その感覚でちょっと行ってたら、うん、あの夏にもかかわらずブランケットをあげてる求められるっていうやっちまったなっていうやつなんですけど、はい、いまあね、そういうところでいろいろ学びながら、うん、まだまだ修行してます、成長途中です、日夜成長を続ける、はい、ね、お店でありますけれども、はい、まあ、じゃあ肉寿司いただきました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、よかった。そしてそうすると目黒亭の方が肉寿司、はい、そうです、肉バルカテリーナは、うん、そうなるとどんなものが、はい、ありますとおすすめになるのかと、まあね、肉バルと歌ってるぐらいなんで、まあ、もちろんお肉、例えば、はい、タリアータであったりとか、その牛肉をボイルしたものとかももちろん提供させていただいてるんですけれども、うん、ただ今日おすすめとして持ってきたのがですね、はい、まあ、こちらもまたちまたで流行ってます、流行ってるんですけど、チーズタッカルビ、はい、チーズタッカルビフォンデュっていうのを、あのうちちょっと独自の路線でちょっと今やらせてもらってるんで、それをちょっと今日皆さんに食べていただこうかなっていうところで、まあ、お腹いっぱいになっちゃう感じなんですけど大丈夫ですかね。いやいや、もう喜んで、さあ登場しました、来ましたよ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 、これなんかタオル引いた方なんですかね、そうですね、こちら引きましょう、ちょっとじゃあ体が引いちゃう、ありがとうございます。クツクツと。何何何。ちょっとクツクツしてますね。今までにない展開なんですけど、スクランブルナイト。そうですね。スクランブルナイト。こんなものを持ってきたんで恥ずかしかったんですよね、道中。そう、ここ来るまでの間すごい恥ずかしい。すごい見られてましたから、ね。すごい。うわー、来た。何何何何。何これ、何これ、なんだこれ。すごい。ちょっとよくわかんない。これ何ですか。なんだろう、私チーズタッカルビ。はいはい。私、まあ、あの本当に初めてなんですよ、おこれも初めてで、はい、だからどういう初めて尽くしで、どう食べるのが作法なのか、そう、全然教えてください、はい、もちろん、はい、もう彼が、いや、俺が極めてるので、こちらね、あ、通常チーズタッカルビ、まあ、韓国のものなんですけれども、はい、まあ、それをイタリアンとしのおすすめとして出しているっていう理由がありましてこちらですね、まあ、通常のチーズタッカルビだとこのカルビ、タッカルビにチーズがまぶしてあってっていうのは基本的なスタイルなんですけど、 うちの場合だとちょっともうこのこちらとあとお野菜とあとチーズを完全に別個にして、はい、チーズフォンデュのスタイルでも楽しんでいただきたいっていう意味を込めてチーズタッカルビフォンデュとして提供させていただいてるんです。なるほど、そういう形になってます。そういうことか、はい、もう先にチーズが乗った状態で提供するのではなく、そうです、お好みのチーズでお好みの配分でみたいな、そうです、だから一つで二度おいしいっていうちょっと楽しみ方ができるなっていう部分ですね。このオリーブオイルですか、このオイルもあったりだとか、はい、これはこちらはソースですか、これが、うん、なんだ、トマトソースですね、トマトソース、はい、イタリアンの要素が、はい、なんでいろんな楽しみ方ができるんで、はいはいはい、ちょっとぜひ、何オリーブオイルはアヒージョ的な感じで、アヒージョ的な感じでもいけます、なるほど、バケットもついてるんで、あ、こちら、はい、欲張りだ、欲張りですよ、とりあえず全部ぶっ込もうって一回ぶっ込もうっていう、ちなみにこのお鍋で何人前ぐらいですか、これ今、これ2人前です、ね、これで2人前、はい、4人前ぐらいかと思った、うん、だから本当おつまみとしても結構ちょうどいいんですよね、これ1個頼んで、はい、まあ、全然それでお酒飲みながらいろんな味楽しめるんで、うん、これ一つでも極端にいいぐらいの感じなんですよね、え、うん、ですよね、いや、これ腹ペコの皆さんでもがっつり食べていただけると、うん、いただきたいです、え、早速いっちゃっていいですか、いっちゃってください、はい、いやっさあいただきましょう、フォンデュでしょ、はい、ってことはまずチーズから、 あ、そうそうそう、せっかくなんで、じゃあ、みんなでいきましょうよ、ありがとう、みんな作ってくれた人たち、作ってくれた人、ありがとう、どうもありがとう、こちら、あの、こちらから作ってもらって、取ってもらって、あ、じゃあ、はいはいはい、取らせていただきますね、あら、すいません、ありがとうございます、あ、いただきます、じゃあ、失礼しますね、シェフ自らが、すごい、シェフじゃないです、シェフじゃない、スタッフ自ら、何一つ作らないですね、すごいすごい、うん、どんどんどんと、女性はいろいろなものをちょっとずつ食べたいっていうのもあるし、そうなんです、うん、結構そこに着目してますよね、なんか女性、うん、若い女性、若い女性とかも向けたみたいにも、じゃあこちらもお願いします、あ、はい、すいません、こんな感じでお店でももちろん、求められたら全てあります、ね、おもてなしだけを考えてます、うん、断らないってことを常に意識してやらせてもらってるんで、メニューにないものでもお客さんがこれとかありますとか言われたら、はい、もう作っちゃうっていう、作れるもんだったら、
で作れない、まあ、限界はあるんですけど、うん、でもなるべくノーとは言わないっていうところを意識してちょっとやらせてもらってます、うん、じゃ材料なかったら買いに行きますもんだったら俺今日行ってきましたからねすげえベーコン買ってきました。そう店長すげえパシるっていう。あすいませんベーコンなくてみたいな。自ら。分かったよって。よかったらチーズもつけてもらって。はいはい、これをじゃあコンデュするんですか。はい。やってもらえれば。失礼して。あじゃあお二人もどうぞ、うん。ありがとうございます。すいませんなんか。店長ね。鈴木店長。店長だったんですね。俺店長だよ。今日初めて。普通にもう友達の期間もあった。へえ。なんでトロリと。とろりチーズが、ほら美味しそうだよ。ありがとうね。これチーズも2種類ですか？色が違うけど、そういうわけではないですか？そうですね、2種類使わせていただいてます。2種類使わせてるんですよ。味は大体一緒ですね。いただきます。そうだね。これ時間とか大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？気にせずに。美味しい。私もいただきます。美味しいですよ。めっちゃ美味しいですか。よかったです。チーズ初めなんかそのまんま行って、ね、そのままでもその後チーズつけたりしても、うん、です。楽しみ方は無限なんで。いただきます。うん、中井さんもサウスポー。サウスポーなんですよ。すみません、ちょっと喧嘩しちゃう位置にいます。本当ですね。危ないですね。ガシガシいってるかもしれない。二人面白いですね。いやいやいや、もうそんな。かれこれ3年ぐらいの仲なんですね。あ、そうなんですね。オープン前からじゃあ。オープン前からもう友達からスタートしてますからね、うん、そもそもは。海外で。あ、そうなんですね。留学してる時に出会ったんですよ。留学されてたんですか。うん、え、もともと2人は出身は金沢ではないの？違いますね。そうです。僕は地元は愛知県で、うん、はい、で彼が地元が長野県松本市。その2人が海外で出会って、そうなんですよ。金沢で店を。あ、すいません。ありがとうございます。すごい、これもドラマですね。うんうん、その前も他の店舗があったんですけど、うんはいはいはい、そこも一緒にいて、うん、うまいね。うまい、すげえうまい。ジジさん、うまいぞこれ。チーズはくっつき出しちゃった、ね。改めてこうやって食うことないですもんね、あんまり。うんうん、あ、でもこれあれでしょ、品質チェックというか。そうですね、今チェック、うん、あ、いけてんなって思ってます、うん、いけてるいけてる。やっぱ自分が美味しいものをね、ね、お客様に出したいですよね。やっぱ自分たちは分かってないと説明もできないですもんね。止まんねえなこれ、うん、これ今バイトしてる子とかが見たら結構あれですよね、うん、あいつら舐めてんな、あいつら俺たち死にやってんだあの、なんでしょう、チーズもこの白っぽいチーズの方とオレンジ色のチーズの方でコクも違うし、ね、マジですか。白っぽい方はフレッシュな感じ、はい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 、オレンジの方は少しちょっとこうコクがある感じ、うん、えー、うん、そうなんだ、うん、初めてみたいに言うな。こっちこの程よい辛みと、それをマイルドにしてくれるチーズ、うん、ね、すごいね、味の深みがね、ですね、うん、僕も今そうやって思ってます、うん、全く同じこと、全く同じこと思ってます、うん、でしょ、うん、なんかまるっと乗っかられましたけれども共鳴してる今、うん、いや、美味しい。美味しいですね。これはお酒にも合うし、うん、これ開けたいですね。あ、これどうなんですか。ちょっと今日一番おすすめしたいものがあって、うんうん、すみませんね、はい、なんかおすすめが我々のメニューなんかよりもですよ。こちらですね、片町ビール、うん、はい、これ、はい、赤ずきんと狼です。うん、これね、あの片町の、その商店街で作ってるビールですよね、はい、それをうちの店でも貸してもらって、うん、本当に大好評で、うん、結構なんかこっちの方が人気あるっすね。赤ずきんの方はなんか女性とかがすごいフルーティーで飲みやすいっていう、うん、ピーチフレーバーですね。なんかシャンディガフみたいなノリで飲めるっていうので、うん、これね、可愛いですよね、うん、この空き瓶集めてるんですよ、うん、店のインテリアにしてる、飾れるとこに飾っていくっていう、赤ずきんと結構飲めちゃう、あの観光客の方とかにも好評、うん、観光客とか外国の方とか結構頼まれて、うんうん、結構サイズもちょうどいいですよね。海外の方だったらこのまま買って、ね、瓶でそのままいけるっていうところがまた、うん、よろしくてですね。あ、気が利くスタッフさんがおりました。あ、あら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 、ビアのいいんですか、ビアのいいんですか、すごいですね、車じゃない人、はい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 、はい、あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、普通に足りてないって開けましょうか。開ける、開けるか、いいのか、開けちゃって開けて大丈夫ですか。開けちゃって大丈夫ですか。居酒屋感すごい。居酒屋感、なんか私、はいはいはい、これじゃあまずグラス入れてグラスで飲んでもらって、お、我々はもう瓶で瓶です。はい、あー、そうですか、いいんですかその展開、大丈夫ですかディレクター、大丈夫ですか、ね、大丈夫ですかディレクター、
あ、丸、丸、丸が出ました。お許しいただきました。お許しいただきましたんで、じゃあ、やんわりと。はい。じゃあ、加藤さんどちらから行きますか？じゃあ、僕、オオカミで。オオカミ派だ。オオカミ派です。俺もどっちかって言ったらオオカミ派かもしれない。リアルオオカミ。僕はカズキンの方がいいですね。あ、本当ですか？はい。はい、サンキュー。このコクというかね、どちら行かれます？赤ずきんじゃ行ってみます。赤ずきんちゃん、はい。あ、じゃあ、グラス持ってもらって。はい、ありがとうございます。ここまでやってるんでね、お店の方でも。あ、はい、あ、そうなんですか。継ぐとこまでも継ぎます。これはあのアイスです。目黒亭でもカテリーナでもどちらでも継いでいただける。はい、もちろん。はい、はい、じゃあ、あのそれぞれ。あ、はい、ね、え、なんかすごいもう宴会みたいな、はい、すいません、はい、すいません、すいません、本当に。あ、そうそう、あのラベル、ラベル、はい、赤ずきんちゃんも見せていただきます。はい、じゃあ乾杯。乾杯、いただきます。今日はありがとうございます。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 うん。ああ、たまらんな。うん。最高です。これ最高ですね。美味しい。美味しいですよ。合いますね、ビール。合いますね、これ。うん、合う。すごい。カルビ合うわ。うん。美味しい。集まってきたスタッフがね、本当にもう遠巻きに笑ってるんですよ。お前ら好き勝手やりやがってみたいな。こんな展開初めて的な感じですか。初めて、初めて、初めて尽くし。だからもう毎月来るんで、もレギュラーとして起用してもらえれば。そうですね。はい、さっき決まったんですけど、はい、レギュラーになりました。よろしくお願いします。MC やから、ね。逆に。いや、でもお店の勢いを感じるというか、はい、懐の深さを感じるというか、はい、ね。なんか外から僕らこう来てるお店なんで、本社は東京なんですけど、でそっから地元に根付いてやっていくためには、やっぱこうね、下からこう皆さんにサービスを提供していかないとなかなか難しい部分もあるんで、で僕も地方出身の人間なんで、その辺はよくわかるんですよ。なんで、ね、でもそうやってね、その東京中心でやっている会社とかってなると、はい、なかなかそのフレキシブルに自由にやっていいよっていうのは難しかったりするんじゃないのかなと。そうですね。だってましてや一つのお店で一つの店舗、建物で二つのお店が一緒にいるのを許してもらえるのってなかなかないですよね、多分ね。そうですね、うん、あんま見ないですね。見ないでしょう、うんうん、それがまたすごいよなっていう感じがしますよね。もう、はい、すごいよ。オードブルに見えてるらしいんだけど、オードブル美味しそう。チーズタッカルビフォンデュってやつですけどもね。京子さんちょっと勘違いしてますね。でもね、宴会みたいなスタジオ、わら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 って、うん、あ、皆さんいっぱい入ってます。もう京子さんも呼びたいですね。呼びたい、呼びたい、ぜひ一緒に楽しんでいただきたい、ね、いやでもすごい、本当すごい、ありがとうございます。で、なんかこうおすすめのプランみたいなものっていうのはあったりするんですかね。え、プランですか。プラン、コースの内容としては、はい、2キュッパから24パから、4キュッパまで、はい、あの用意してるんで、で500円刻みで全部あるんですよ。ほー、あれかなり多いんで、はい、でイタリアンの方もありますし、うん、その和食の方も用意させていただいてるんで、それはもうちょっとね、グルナビとか、はい、ホットペッパーですね、その辺見てもらったら、ありとあらゆると、ありとあらゆるそういう媒体に全部載ってるんで、うん、ちょその辺をちょっと見てもらって、うん、コースおのおののもうそれぞれあのいいと思う部分をもういろいろピックアップして載っけてるんで、うん、それを選んでいただければ必ず合うものはあると思うんで、うんうん、ですね、全部こうまんべんなく抑えてるっていうか、うんうん、風にやらせていただいてます、はい、でも味も落ちてないよっていう、うん、いや、そこはね、うん、間違いない、お墨付きです、うん、お墨付き、ありがとうございます。美味しい、本当美味しかった。美味しい、はい、ということで、うん、目黒亭、そしてカテリーナ、どちらもチェックいただきたいと思います。お願いします。はい、ということでありがとうございました、はい、お名前をご紹介、そうだね、はい、春鮮魚と個室和食目黒亭肉丸カテリーナの店長鈴木幸喜さん、そしてスタッフの中井翼さん、はい、にぎやかなお二人をお迎えしました、うん、どうもありがとうございました。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 ごちそうさま、美味しかった。美味しかった。またまじで頑張っていくんで、みんな応援よろしくお願いします。お願いします。